おはようございます。今朝は阪神御影の駅前で朝のご挨拶をさせていただいております。今日皆様にお話をしようと思うのはこれ、何か分かりますね。これタバコの吸い殻でございます。神戸市は路上喫煙防止条例が施行されてもう久しいです。いろんなところがもう、路上喫煙禁止ということで、なってるんですけども、実際にはこういうものがもうたくさん目につく。で、ボランティアの方とかガードマンさんなどがですね、これをみんな掃除をされておられます。で、もうタバコのポイ捨てがいけないっていうことを単に私訴えるのではなくて、一つ最近目にしなくなったもんがあるなと思うことがあるんです。それが駅前などに、まあ、皆様の全員で設置されていた灰皿というものが一斉に姿を消したということなんです。ちょっと前を思い返してみてください。別に市役所とか区役所が設置したものではなくて、駅前の商店の方とかご近所の方たちが善意で小さな灰皿などをですね置いていたのがたくさんあったと思うんです。この路上喫煙禁止条例が施行されてからこれが一斉に姿を消しました。まだこのように各駅でですねご挨拶してますと、いくつかの駅にはそういうものが残されておりますが、ほとんどの駅でそれが姿を消してしまったんです。でそれと引き換えに極端に増えたのがこの吸い殻を溝の側溝とかグレージング、鉄の網ですね、あそこに捨ててしまって、本来まあ雨水を溜める集水マスのようなところにたくさんのこのタバコの吸い殻が集まっているという状況が道路の上から見てもよく見える。皆様もお気づきだと思うんですね。この路上喫煙防止条例というものは受動喫煙、タバコを吸ってない人が吸ってる人の煙を吸い込んで体に健康を害するというものを禁止するために、作られたものではありますが、少しこの施工されてみて、実際に街の風景景色と、施工が目指したこの法律条例が目指したもののですね効果というものに少し違いが出てるんじゃないかなと、私はそのように思います。グレージングの中に落ちたもうこの吸い殻は、拾うことができません。拾うことができないということは、雨水とともに流れていって全部これは海へ行ってしまうんです。あるいはどっかでそのマスを詰まらすことになって、またこれが私たちの余分な税金を使うということになります。せめて善意の灰皿を置いても問題ないと思うので、そういうことはこの法律条例の運用の仕方をですね少し当局に考えるように、訴えていきたいなと、考えております。今日はこの路上喫煙についてお話をさせていただきました。どうもありがとうございました。